はい、こんにちは、まめと申します。学生会10実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、今回は、前回なんか殺人事件があったんですよね。多分あのマスク女と関係があるんだと思うんですけど、まあそれを聞き込み調査をしていくっていうことですね。何か目撃情報がないかということで、早速話しかけていきましょう。あやねと塗りのさんの様子はどうだった？気になるならお見舞いに行けば？いや、いい。なんでそんなに行きたくないんですか？逆にお前らはよく行けるな。大した仲でもないだろう。可愛い子のためならどこへでも行くさ。それはお前だけだろ。まあでもあやねさんは美人とね、噂されてるぐらいですから。ミリちゃん、吉次はどうなるかと思ったよ。さすが神間くんだね。もうね、喉がね、やばい。すごい。谷くん、いつも人のことをバカにしてるけど、今回の三島くんはちょっとやりすぎたね。あ、いつも人のことをバカに。あれ、そういえば三島かけるさんはどこに行ったんだろう。俺が出る幕ではないか。お前が出たらさらにクラスの空気が悪くなってたわ。うん、俺は所詮異端者というわけか。なんかイケメンなんですけどね、変わってますよね。ということで、あら、なんか紫バカくんが一人でいるのは。絶妙なタイミングで静止に入り、女子からの好感度を上げる性行為男だな。人を煽ることしかできない。メガネよりマシだと思うけど。嫉妬は醜いですね。これだからメガネは。あの、このさ、ひとみちゃんが独白とは思わなかった。これだからメガネはやばい。俺のことは悪く言っていいが、メガネの侮辱はやめなさい。まあ、そうだね。まあ、メガネが本体みたいな、そんな感じでしょうか。はい。あみきちゃんは寝てますね。学生生活の大半を睡眠に費やすとは、これも一つの幸せか。そうですね。まめさんも結構当ててましたね。ごめんなさい。かけるくんも多分悪気があったわけじゃないと。そういう風には見えなかったけど。多分。わかってるよ。誰もそんなに気にしちゃいない。神間くんは優しいですね。息を吐くように好感度を上げるな。見習いなさい。ありがとう神間くん。見直したよ。見直したって俺のことどう思ってたんだ。まあそういうことですね。三島くん、なんであんなこと言うのかな。気にしない方がいいよ。三島もいろいろ悩んでるんだと思う。そうだね、しげるくんがね、学校に来れないのがね。うん、神間くんは優しいね。ということで、ヒロくんに話しかけましょう。三島のやつ結構鋭いな。会について教えた方がいいんじゃないのか。三島は性格に問題がありそうだからな。正直教えるのは危険だと思う。このクラス、性格に問題あるやつ多すぎるだろ。石渡り、お前もその一人だぞ。日の上くんもね、そして私も自覚あり。自覚ありでした。ああ、喋ったね。これで一応クラス内は喋りかけましたよね。はい。刃物を使うなんて男じゃねえぜ。人を殺すのは人間ですらねえけど。まあ、そういうことだ。誰か昨日の目撃情報。あ、りょうくんじゃん。この、学生会員10では初めてじゃない？久しぶりだな。ああ、葛城真希子の、経緯以来だな。シーヌキ君は、会員の情報について詳しいんですよね。昨晩の、残殺事件と会員が関わってるのか教えてもらおう。隠してもためにならんぞ。知らん。俺も放課後から調べようと思っていたところだ。そうなんだ。ん？そういえば、小町さんがお見舞いに来てほしいって言ってたぞ。なんで行かねえんだ？俺なら喜んで行くのに。
特に意味はない。来てほしいと言われたら行くさ。冷たいね。さすがりょうくんですね。学校に行ったら見舞いに行ってやるか。優しいですね。はい。180度変わったわ。あー刺される。ちょっとピーポーピーポーが鳴ってるけど、まあいいか。あー刺されるなら C の木が刺されれば。お前そんなこと言ってたら我が身に降りかかるぞ。小町さんがいないと平和だ。やめろ。いいやつなんだ小町せなちゃんは。あー結構近いな。どうしよう。殺、残殺って文字だけでも怖い。そうですね。すごいなんかあれですよね。言葉が出てこなかった。お豆の思考回路はショート寸前。お昼なのかな。ちょうど先生と一緒に食べてるよ。先生谷口くん、谷口が俺から、賭けで金を巻き上げるんですけど注意してくださいよ。お楽しそうじゃないか。ぜひ私も参加して。もうねこのね野村先生もぶっ飛んでますよね。はい。生徒と飯なんか食って大丈夫なんですか。仕事とか何を言う。生徒と接するのが私の仕事だ。たとえ休み時間と言えね。言えん職員室で居場所が。いや大丈夫だよ。もうね確立してるよね。野村先生はゲームとか好きですか。のめり込むほどではないが一般の人よりは自信があるね。特に賭け事に関しては。先生していいのですかそういうこと。へえ、いいかもができた的な感じの顔してたよ。生徒と飲む紅茶は、最高だ。いやまあでもいい先生ですね。こうやって生徒とね関わり合いを持つっていうのは。私も谷口くんと一緒にお昼食べたい。もうそんなところに隠れてこそこそストーカーまがいをやめて堂々と言えばいいんだ。はい。お腹すいた。あー食堂に行きましょう。あー唐揚げが食べたい。セミナー室には誰もいないよ。女子トイレに入って定額処分になった記憶がある。おい。うわ石渡くんとはいえ、石渡くんとは同じ空気を吸いたくありません。いや別ルートの話だ。詳しくは学生会員4のバッドエンドだ。え学生会員待って、バッドエンドなんてあるの。私さ1個しかエンドがないと思ってた。え嘘これ超気になるんだけど、どういうこと。へーちょっとまたやり直そうかな。よ男子トイレに残殺事件の情報が。なんでこった。仕方ねえ、俺は女子トイレを調べる。そろそろ本気で注意した方がいいのか。今まで見守っててくれたんですね神間くんは。やべえ残殺やべえわ。こっちも同じこと言いそうだな。あ違った、残殺事件のかな、残殺事件の犯行現場見に来たんだ。血の量とかすごかったよ。きっと死体処理とかグロデスクなんだろうな。うわぁ、お先生とこっちも、なんだっけ、五十嵐さん。残殺事件なんて怖いね。五十嵐さんも下校には気をつけてね。そうですね。畑川くんと一緒に帰ろうかな。ちょっと畑川くんに気があるのかな。先生、なんだか話すの久しぶりですね。そう？毎日一緒にご飯食べてるじゃない。すごいもう友達ですね、完全に。それかなんか親戚か何かなのかな。そういえば残殺事件といえば、この、怪異たちが知ってるんじゃないのか。残殺事件とは、嘆かわしい。あんたが喋ると、不謹慎になるから黙った方がいいよ。部長さん、部長さんの扱い悪くないですか。あ、そんだけ怪異の仕業じゃなければいいが。人間にしても、怪異にしても、殺人がする者がいるのは悲しいです。七輪は、世の中の厳しさを分かってないね。そんなんじゃ、社会に出た時に刺されるよ。宮野先輩も気をつけた方がいいですよ、本気で。
本当にね、口は災いのもとですよ。新聞部とかさ、情報集めてそうじゃない？新聞部の部長が作業しているな。あ、ダメなんだ。あと誰が知ってるんだろう。あ、かけるくんじゃん。さっきは悪かった。お前らしくないな、クラス全員を敵に回すような発言をするのは。ちょっと真剣な話になるんだが、最近しげると会ったか？片桐しげるか。ああ、今日も学校休んでる。それがちょっと参っちゃってるのかな。病気？よくわからない。俺とは会おうともしないからな。一応メールのやり取りはしてるんだが。森さんは？かのことは連絡を一切取らないんだ。そこがおかしい。今までこんなことはなかった。血は喧嘩だな。間違いない。男女の仲は複雑だからね。で、昨日の夜、しげるから連絡が途絶えた。やっぱり巻き込まれたの？昨日の夜？寝落ちじゃないの？毎日俺はしげるとメールのやり取りをしている。寝たんなら朝には返事が来るはずだ。毎日メールとか付き合いたてのカップルかよ。お前らは黙ってろ。そして昨晩の残殺事件のニュースだ。俺はしげるが死んだんじゃないかと思っている。最近あいつは様子がおかしかった。何か危ないことに首を突っ込んで殺されたんじゃないのか。決めつけるのはまだ早いぞ。そうだな、しげるは死ぬはずがない。今回の事件は片桐が関わっているのか。嫌な情報が重なると悪い予感がするな。本当だよ。生徒会長とか何か知らないのかな。生徒会室、生徒会長と一騎打ちしたい。お昼会長と食べたイケメンですもんね。ミスタージャスティスって知ってる？知らないよね。靴の上にはヒーローがいるんだよ。俺三条的なね。俺たちは常に危険と隣り合わせの生活をしているんだ。間違いない。書道室だ。はい。私は字が下手だと勘違いされてるんだ。あ、うまいんだ、トモコ。そうなんだ。やばいね。私めちゃくちゃ字が下手なんですよ。なんかくれるかな。今日はサンドイッチがないんだ。いや、いい、いいよ、全然。あ、やっぱりね、バットがね、ちょっとね、あるとね、思っていたんだよ。黒いまゆちゃんとかも何かしてそうだよな。あ、寺田さんも聞きたいね。あそこの黒猫人間なりしてるよね。だって人間だもん。寺にゃん。猫かぶりね。猫の振りも大変だな。おい、猫の振りじゃなくて情報を。ダメだ、完全にかぶってやがる。私も恋人が欲しいよ。いやー、本当にね、切に願う。この夏をどう乗り切ろうという。夏休みになると沢さんの行方が分からなくなるらしい。沢さんファンクラブだ、ルトルだぜ。ファンクラブでさえ居場所をつかめないらしい。どこに行ってんの。南にバカンスとか行ってるのかな。行ってそうですよね。おっと、これも先生なのか。ツルツルだけど。あー、これで今年の生徒の死亡者は2人か。まだ死んだとか限らない。1年には望月っていうトラブルメーカーが今隣にいるんだけど。あ、ともこ何も反論しなかったね。おっと、井戸端会議です。あー、ファンクラブかな。沢さんは今現在何を考えて過ごしているんだろう。彼女の全てを知りたい。あれ、そういえば教室にいなかったよね、沢さん。沢さん、あなたの瞳には俺は見えていないだろう。でも俺は永遠にあなたを見据えていたいんだ。沢さんの美しさは俺たちが語れるレベルではないんだ。沢さんは生まれた瞬間から美人だったらしい。沢さんの母は自分の子の顔を見た瞬間、美しさのあまりそっとしたらしいよ。生まれたばっかはみんなお猿さんみたいな顔じゃん。お猿さんで美しいってどういうこと。沢さんはこの国の、いや宇宙の宝だ。私は沢さんになりたい。あ、女子生徒もいたんですね、沢さんファンクラブ。人が死ぬって嫌だな。本当ですよね。これは食堂に行ったらもしかして沢さんいたりするかな。あ、みのりちゃんじゃない。次の日曜映画でも見に行こうぜ。どうせ暇でしょ。悪いな、お前とはもう別れるよ。は？
本命の女といい感じなんだ。お前はもう用済みってこと。ざけんなよ。私以外に女がいるなんて聞いてねえぞ。お互い様だろ。これで彼氏が誰一人いなくなるんじゃないか。三人と付き合ってるって確か言ってたよね。これは野球部のなんか集いじゃないのかな。違った。沢さんはどこで昼食をとっているんだ。教室にも食堂にもいない。まさか便所飯なんてことは。沢さんは排泄なんてしねえ。喧嘩売ってんのかお前。いや、便所飯考えられるかもしれないぞ。何？人間とは、あ、違う、食事とは人間にとって生きる糧であり、三大欲求にも位置づけされる最高峰の儀式。そんな崇高な儀式を行っている沢さんを一目見ようとする輩が数多く存在する。現に俺たちがそうだ。今まで石渡り通るというボディーガードがいたために沢さんは落ち着いて食事ができていないんだろう。つまり沢さんは校内で混乱を起こさせないためにたった一人孤独に便所飯をしているってことか。俺たちの愛が沢さんを苦しめてしまっているのか。お？誰だろう。あら、ナンバー29。その推測は外れているわ。何？校内、すべてのトイレを確認したけど、沢さんはいなかったわ。トイレでないとするなら、どこか人のいない教室か。もしくは石渡り通るの代わりに誰かがかくまってるってことね。あ、動けちゃう。沢さんは学校から出ていないはず。どこにいるのかしら。ちょっとね、豆今目星がついたよ。どこにいそうかみたいな。沢さんに近づきたくて沢さんはファンクラブに入ったけど、掟が厳しくて沢さんに近づくことすら難しい。こんなのファンクラブじゃねえよ。おー、そうだそうだ。沢さんを、囲える人間は限られている。沢さんファンクラブの上位メンバーか正式な組織といったところか。昼休みが終わるまでに沢さんはどこで昼食をとっているのか調べなければ。多分あそこです。さっきここでカップルが発狂してて、マジウケる、ブゲー。いや、すごいわかるよ、その楽しい気持ち。他人の色恋沙汰ってなんであんなに面白いんだろうな。そうなんですよね。人の恋バナとかめっちゃ楽しいですよね。自分は話さないというね。え、保健室だよ。知ってるけど。久石先生に会いに行くつもりですか。そうだけど、何か事件について知ってるかもしれないし。なんだ、俺なんかまずいこと言ったか。お前鈍いな。なんとなくわかるだろう。恋の多角関係、面白くなってきたね。はい。あら、神間くんいらっしゃい。私に会いに来てくれたの？リン、もう、戦闘態勢ですね。嫉妬の視線を感じるわね。久石先生、俺も会いに来ましたよ。そ、で何の用？冷てぇ。それもいいんだよね。例の殺人事件ね。ごめんなさい、私は何も話すことができないわ。話すことができないってどういうことですか。ごめんなさい、大人の事情ってやつよ。こりゃ被害者をうちの生徒で決まりだな。そんな、またうやむやにするの。柏木里奈さんの件と同じじゃん。この学校は腐ってるね。校長と遺族の方が話し合って決めたのよ。靴の学園の生徒、これ以上悲しませたくないって。感動した。この学校は清潔だ。一瞬で180度変わったね、考えが。仕事だから校長からの口止めには逆らえないわ。神間、週末空いてる？急に。なんだ、空いてるけど。久志先生教えてくれたら週末神間が久志先生の家に泊まるってさ。え、先生、死んだ子は1年4組の田島健よ。あのみのりちゃんと口喧嘩してたあの子だよね。ちょっと石渡り、何かってない、私が興奮して噛む、何かってない約束してるのよ。
久石先生、口止めには逆らえないんじゃないのですか。喋ってしまったものは仕方ないわ。神間くんも約束よ。あ、はい。リンチされてる。片桐は関係なかったか。でもそうか、4組の田島が。誰ぞ。昨日杉田さんと喧嘩しているところを目撃したんだ。ほう、ブラックガール杉ちゃんの彼氏とな。いや、もう別れたらしい。杉田さん、悲しんでるんじゃない？元彼が死んでいい気はしないでしょ。連絡立ったから分かってないんじゃない？というか、杉ちゃんは事件を知ってるのでしょうか？心配だな。ちょっと様子でも見に行くか。そして後ろのね、やつをね、ちょっと助けてあげないとね、そろそろ死んじゃうかもしれないね。第3の犠牲者がね。神間くんの、そういうところ好きよ。この天然たらし野郎、憎いぜ。石渡り、ハントはついてこないでよ。そうですよ。もう石渡りくんとは口も聞きたくありません。もし私が処罰を受けたら、石渡りくんのせいよ。その時は覚悟してね。この万年浴衣野郎。神魔師匠、俺は何を間違ったんですか？みんな石渡を許してやってくれ。ゆうくんがそう言うなら、仕方ないですね。今回だけよ。これが恋に盲目な乙女の姿である。女って怖い。杉田さんを探そう。というところで、じゃあ今回はここで終わっときたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。